大阪ゴルフクラブは、大阪府千南郡三崎町にあるゴルフ場、関西唯一のシーサイドコースである。大阪ゴルフクラブは、1937年、大阪商工経済会の寺田仁吉や、広野ゴルフクラブの高畑誠一らの有志が、新たなゴルフ場の建設に向けて、経営母体、大阪ゴルフクラブを設立したことに始まる。ゴルフ場の建設用地は、 大阪府仙南軍丹の和村、新日村の丘陵地帯を買収した。1937年、旧ホールの造成工事が着工された。しかし、建設用地が由良要塞に属していたため、松の伐採や写真撮影にも、軍の許可が必要だった。翌1938年、旧ホール造設設計も、上田治に以来。上田は1936年の、 第11回ベルリンオリンピック競技大会に水泳の審判員として参加し、欧州のゴルフ場を視察し、帰国したばかりだった。7月25日に18ホール完成、全面会場。2日前の7月23日には、最寄り駅の南海本線南丹の和駅も開業した。1944年、陸軍がゴルフ場を接収、ゴルフ場は閉鎖された。敗戦後、 用地が大阪府農林省と点々と渡り、再建が遅れた。1952年、丹野は村議会と新市町議会が再建を決議し、9ホールが復活。翌1953年、18ホールが復活した。上田治設計の代表的な8コースで、上田治クラシック会を結成しており、地域を超えて、お互いにゴルフを楽しみ、 会員間の親睦交流を図り、クラブ運営の活性化の一助としている。文字ゴルフクラブ会場、大阪ゴルフクラブ会場、小賀ゴルフクラブ会場、下関ゴルフクラブ会場、奈良国際ゴルフクラブ会場、小野ゴルフクラブ会場、茨城ゴルフクラブ会場、広島館ツリークラブ会場。郵便番号599-0303。 大阪府線南郡三崎町新比31番地鉄道道路。ありがとうございます。